横浜市交通局1150型電車は、かつて横浜市交通局が所有していた路面電車である横浜市電の電車。1952年から1955年にかけて製造され、路面電車が全廃された1972年まで使用された。1951年に日立製作所で製造された1500型は、間接制御方式。 防振台車を採用し、高果減速や振動、騒音抑制が実現した車両として、評判を博したが、それによる製造費用の高騰が課題となった。そこで、1952年以降の増備は1500型と、同型の軽量車体を有しながらも、機器を廃車となった車両から流用するなど製造費を抑制した車両によって行われることになった。これが1150型である。 車体前後に設置された自動扉、前面2枚窓など車体構造は1500型と同じだが、追突防止用のストップライトが小型のマーカーライトに変更されているほか、運転台上部の屋根に大型の通風機が設置されている。将来的に経済的余裕が生まれた際は、制御方式を1500型同様の間接制御方式へ改めることが可能な設計と、 なっており、1150型という、形式名はそれを踏まえたものとなっている。製造は、同年から1955年まで以下の3時にわたって行われた。戦時設計の単車であった800型の改造名義で、何は後期と宇都宮車両で1952年に製造された車両。登場当初は製造メーカーによって、主電動機が異なっており、 出力値も宇都宮車両製の方が高かったが、後に日本車両製造製のものへ交換さ性能統一が図られている。なお1155はワンマン運転に対応した設備を有した状態で製造が行われたが、労働組合からの反対により一部機器を除いて他社と同じ仕様へ戻されている。百五十三年に何は後期と宇都宮車両で製造された車両。 側窓の上段が H ゴム指示に変更され、台車や手伝動機も変更された。1955年に滝頭にあった横浜市、交通局の局工場で製造が行われた車両。系統版明治島の形状など一部を除いた、車体構造は1161から1170と、ほぼ同型だが、車内の座席配置が異なり、着席定員は30人に増加した。 また当初の台車は1151から1160と同様住友金属の FS-54 が用いられたが予備部品の確保のため後年に日立製作所製のものに交換されそれに伴い車体高が低くなった。なおこの2両のみ登場時の塗装がクリーム色と薄い茶色を基調とした独自のものであったが短期間で他社と同一のものに変更されている。 1955年までに22両が製造された1150型は、横浜市電各地の車庫に導入され、全区間で使用された。1967年から翌1968年に、かけてはワンマン化改造が行われ、前面の行き先表示機上部と側面の扉付近に、ワンマンカーの表示灯が設置されたほか、車外スピーカー、トロリーキャッチャーなどが設置された。 1972年3月31日の全廃時には18両が使用され、他の横浜資源の車両と同様他社の路面電車路線へ譲渡されることはなかった。資源全廃後、1156が倉木公園に生体保存されている。一時は前面や側面のガラスがなく、車体全体に錆が現れるなど荒廃した状態になっていたが2012年に、 大規模な修復作業が行われ、現役当時の姿を取り戻した。さらに2015年度には、横浜市により、電停や河川を再現した、車両周辺の整備事業が行われており、定期的に、車内公開が実施されている。これらの保存、維持活動には、神奈川新聞が携わっている。なお、横浜市での歴代車両が保存されている。 横浜市電保存館に1150型は展示されていないものの、同系の車体を有する1500型は1171.1172へ登場当初に施されていたクリーム色と薄い、茶色を基調とした塗装で保存されている。ありがとうございます。